そうでもねえか。平成6年に17万、下取りの車ですか。車焼いてて。おはようございます。お友です。で、そっから多分トータル600万がかかってるんで、あの、直したり壊したり。若い頃ほら、いじりまくり走りまくりだから、すげえ本当だって。いやでね、なぜか知らないけどね。おはようございます。おはようございます。5バルブですか。どういうこと。わからない。青菜がいない。青菜はこちらか。あ、なるほどね。いや誰でも一緒です。これ5バルブですか。一応111の最初の後期のね、5バルブが乗っかってます。とりあえずとかカム入れてるけどカムが見えないんだよね。そうなんです。でタペットカバーを一回この赤に塗ったんです。そしたら S1 さんの前期のSR のっぽいんでやだなと思って、エンジンオーバーホールした時にまた化粧塗装で黒で塗って、ノーマルチックなんですけどなっちゃって。あまりね、細かく取っちゃうと荒が出てくるのダメなんです。非常にやばいんです。透明で取った方がいいんですね。もう5メーターぐらい離れてると、ああ綺麗だねって言うんだけど、スカイラインもそうだよね。離れると綺麗だけど、近くで言うと、なんでそんなみんな近くで寄ってみてくるのっていう体なんで。けど、その31も綺麗ですよね。綺麗ですね。160は。して当たり前の答えになっちゃってるよね。今高いからね。160ならまだ予算内だったんで。お金持ちは違うな。160かけらんねえな、車に金。当時の価値観が。まあ今17万だったら160。